の紙ナプキンに書いてノートに挟んでおいて気が済んだら捨てようと思ってたらなくした嫁に見られたら恥ずかしい娘に見られたら恥ずかしいそもそも見られて恥ずかしいもんなんて書くなという話が悪いから娘を保育園に迎えに行ったら公園でふざけて砂をかけてきたそれを見ていた周りの園児たちが加わってみんなで砂をかけてきた嫁に見られたら恥ずかしい知り合いに見られたら恥ずかしいポケットに入れた iPhone に砂がかかってないか心配だから元気でいさえすればいいと泣いても笑っても過ぎる一生それならば笑うのだとみやぞんさんのお母さんが言ってたのをネットで見た「サイコパスだから」